狐狩りは、アメリカ合衆国の画家ウィンスロー・ホーマーの1893年のキャンバスに油彩で描いた絵画作品である。これは、腹を明かせた、カラスらに脅かされて、身行きの中を走っている狐を描いている。彼の最大、唯一の作品として、これは、ホーマーの最も偉大なダーウィン的な絵、論証可能であるが、 いかなる種類であるにせよ彼の最も偉大な絵と評されている。キツネ狩りは1893年の冬の間にメイン集プローツネックのホーマーのアトリエで描かれた。絵は食料を探し回るキツネを描き、今度はキツネが上のために捕食に刈られる、カラスらに刈られつつある。左では赤い昇華の小枝が幾本か雪を破り、そして遠くでは 海岸線が、そして深谷尾の空の下には、海洋が見えるであろう。ニコライ・チコフスキー・ジュニアによれば、美術家は、色彩調和を正確に記録するために、雪の中の樽を狐の生皮で折った。ホーマーの電気作者フィリップ・シー・ビームは、この絵を描く前に、ホーマーは、ある漁師から狐の死体を、別のロズウェル・グージンズという漁師から幾若のカラスを、与えられたと書いた。ーマーは、 アトリエの外の雪の上に、それらのカラスを置き、そして紐と棒で狐を、走行姿勢を取らせた。ホーマーは、制作は番頭に始められたのでいくらかの苦労を経験し、そして温まる温度は硬直したカラスらを溶かし、ぐにゃぐにゃにした。ホーマーは、メインシュースカボロー駅の駅長エルブリッジオリバーに絵を、どう思うかと尋ね、すると彼は、やあ、ウィン。 ありゃカラスじゃねえなと答えた。鳥たちを描き切った後、ホーマーは駅でオリバーと一緒になり、そこで二人は三日間、カラスを引き寄せるために地面にコーンを巻き、ホーマーは電報用紙に鳥たちをスケッチした。スケッチを参考として使用して、彼はカラスを描き直し、それからオリバーを呼んで意見を求め、賛成を得た。年に展示された 絵のダーウィン的な側面は直ちに批評からによって認識された狐が雪の中を進み、敵らを鋭く見やる庭の巨大なカラスが自分をむさぼりくおうと迷い襲いかかる。彼らの上はいつもの狩り場を覆う吹雪で激しくなっている。別のカラスらは遠くで休むことなく待っている。かぐる夏の野原の茂みの1、二本の小枝は絵の装飾音であり、 場面の陰鬱な性格を十分に埋め合わせする。ホーマーの作品について書いている幾人かは、狐狩りに美術家の自己開示の証拠を見ている。トーマス・ビー・ヘスは、絵をフロイト的な面から見て、小柄で敏少な、小さい、詮索好きな、狡猾な狐は自画像であると信じた。チコフスキーは、美術家の署名が、美きの中に、 狐のように沈みかけていて、その形と動きを正確に真似していることに注意し、そして狐の王は、署名の R に模写され、ブラシと称されることを付け加えた。ホーマーが、悪賢さ及び社会的超前者、狐に返せられる性質と一体感を持っていたということはあり得る。その上、カラスは、死の前兆と見られ、フロイトのレオナルド・ダヴィンチ研究に、 解釈の基礎を置いているヘスにとって、それらは空飛ぶ陰形の悪夢を表している。ホーマーの作品に対する日本のデザインの影響は広く注意され、特に狐狩りにおいては絵が3枚の垂直な画板に分けることができ、従って完璧な日本の屏風を創作しているという観察記録とともに注意されている。狐狩りは ペンシルベニア美術アカデミーの例年展示に展示された後1894年に美術家からアカデミーによって購入された。ありがとうございます。